ブラーフなんですけれども、この仕事をした時は、まあ、20代そこそこだったんですね、まあ、スイスの生まれで、経歴がなかなかちょっと面白いんです。まあこの仕事をするまでですね、各種を、まあ、当時の 職人さんの伝統に習って遍歴とてって言って修行して、いろんなところの親方のところに行って修行して、それでまあこの版画が作られることになる、シュトラスブルク、フランスの語で言うとシュトラスブルクですね、今のドイツとフランスの国境のフランス側の大きな町ですけれども、まあ、当時出版の中心地でした。そこへたどり着いて、で、この仕事に、まあ、ありついたわけです。で、実はこのグラフ、かなりその、変わった経歴でして、まあ、絵もいろいろ描いてるんですが、傭兵やってました。まあ、傭兵、要するにビジネスで、誰かに雇われて戦争しに行く、傭兵ですね。で、なかなかその、結構、喧嘩っ早かったのか、結構何度かいさかいを起こして、投獄された経歴もあると伝えられています。ですが、それだけにその作品は、まあ、洗練された様式ではないけれども、とても個性あふれる、そして力強い、まあ、かなり男っぽい感じのする、そういう作品です。彼の後の作品の中には、旗を振る、傭兵の、まあ、像とかですね、あるいは傭兵と、まあ売春婦ですね、まあ、それも、むしろ、女性にこうちょっとからかわれるような傭兵の格好とかですね、まあ、そんなようななかなか、味わい深い主題を描いている人です。でこのシュトラスブルクで、この仕事にありついたんですが、この本の、まあ、著者、一応著者と言っておきますけれども、その著者とこの本について最後に少し説明しておきたいと思います。著者はマティアス・リンクマンと言いまして、当時、まあ、1500年前後にシュトラスブルクで、まあ、活躍していた人文主義者です。人文主義者というのは、まあ、ルネサンスの人間中心主義の、まあ、思想家ですね。ギリシャやローマの古典を勉強して、そしてキリスト教のそれまでの在り方に、どちらかというと疑問を抱いて、それを抜け出るような知的な仕事をして新しい時代を作っていった知識人たちの一人です。でそのマティアス・リングマンがですね、この本をキリスト・ジェナンデという形で出版するんですが、その本の、まあ、特徴としてですね、まあ、いくつか挙げることができます。もともとこの、新約聖書にですね、キリストの受難の物語っていうのは出てます。イエスが、まあ、ユダヤ人によって迫害される、迫害が計画される中で、まあ、イエスが、まあ、弟子たちと過ごしてさまざまな奇跡を行ったり、いろんな教えを打たれたり、それから、レオナルド・ダ・ヴィンチが書いているような最後の晩餐の場面があって、そしてやがて、ユダに、弟子の一人ユダに裏切られて、まあ、逮捕されて、そして、攻め子を受けて、やがて十字架にかけられて亡くなる、で埋葬されるんだけどもまた復活すると、まあ、そういう物語。でこの事跡をですね、聖書の中には、マタイ、マルコ、ヨハネ、ルカと、まあ、4人の、著者がこの今言った物語をそれぞれに書いた、まあ、4つのテキストが、まあ、収められているんですね。美術史勉強をするときにですね、この受難のテキストをこう見るときに、なんでこう いちいち同じようなことが別の本で書いてあるんだろうと非常に煩わしい思いを昔したことがありますけど、このリングマンはですね、この4つに分かれているキリスト受難の物語を、1つにまとめて、なおかつ、まあ聖書をラテン語で書かれてたんですが、それをドイツ語に訳したんです。で、
言ってみれば彼は著者というよりは編集翻訳、これをやった人ですね。で、こうやって、一つに、まとめることでですね、多くの人に、分かりやすい、物語にしたいということがあるんですけれども、彼の本の後書きに、こんなようなことを書いてます、できるだけ余計な言葉を付け足さずに、またその原文の生々しい表現を生かすことに心を砕きました、そうすることで敬虔な読者が、キリストの受難と死をありありと思い浮かべて聖書の真実に共感できるようにしたと、そう書かれています。でこの、受難の場面というのは実は今の発見の場面というのは実は、この全体の中の当然一つに過ぎません、全部で実は25枚の挿絵がこの本についてまして、これはですね20世紀に、出版されたそのリングマンの本を本の中の図版をですね、紹介する、有名なボリンガーっていう抽象と感情移入っていう著書で日本語にも訳されている、ボリンガーの、著作なんですけれども、この中にですね、この他の、図版も、いっぱい出てますね。結構その遠近法とかきちっと焦点が合ってるわけじゃないんだけども、かなりバックも大味、一見大味なんですけど、それだけに中心の場面に、焦点が当たりやすいとかですね、非常に個性的ながらもあるいは朴訥な感じすらするんですけれども、劇的な力強さに満ちた作品です。で面白いのは、普通ですね例えばアルブレヒト・デューラーの木簡の受難伝でも卓球の場面と普通一つなんですね。だけど、この、リンゴマンの受難伝におけるウルス・グラーフの卓球の受難伝3つあります、ね。一つがこれ、これはもう一つ、キリストの衣を兵士たちがサイコロで賭けで奪い合うと、そんなような場面とかですね。これは、キリストに、水ブドウ酒を含ませた海面をこう飲ませる、そういう場面ですね。だから同じ一つの受難伝の中でこれは今ここにある全く同じ図柄になります。同じ一つの受難伝の中でこうやって、場面を丁寧に描き分けるっていうのは、一つには、今ご紹介したリングマンのテキストがですね4つの福音書を合わせてできるだけ詳細かつ分かりやすく真実を伝えたいんだと、そういうことと、非常に、合致した考え方で、グラフはそれをデザインしたんだろうと思いますし、またこの木版画っていうこの技法の何ていうか民衆的というか、素朴な表現のあり方と、彼の様式が、とてもよくマッチして、力強い表現になった、作品の一つだと思います。長くなりましたので以上でご紹介いたします。